川端です。よろしくお願いします。今回は大阪桐蔭高校の問題です。関数の方ですね。y イコール4分の 3x を割って、この rp 対 pq が2対1。また、この直線の傾きがマイナス2ということが分かっています。その時の r の座標を求めなさいという問題です。ぜひ動画を止めて考えてみてください。はい。それではね、解説していきます。まずはですね、この傾きがマイナス2。こっからですね、何がわかるのということなんですけども、傾きっていうのはね、変化の割合。変化の割合というのは、これは、x の増加量分の y の増加量なんですね。x の増加量分の y の、増加量と。で、傾きがマイナス2ってことは、例えば、右に1行ったら、下に2下がる加減の傾き加減。要は、1分のマイナス2って考えればマイナス2ですね。おー、飛んだ。で、1行って、x が1増えて、y は2減ると。で、また、x が、マイナス1増えたら、y が2増える。x が1左側に行ったら、y は2増えるよ。マイナス1分の2もマイナス2ですよね。ということで、この変化の割合はこのように考えられると。傾きマイナス2っていうことはこれぐらいの傾き加減だと。で、これが分かっていればですね、例えばですね、この傾きがマイナス2なんで、ここの P からですね、Y 軸にちょっと垂線を下ろしたときに、要はここが1とすると、ここが2になるよと言いますね。先ほど言ったように、1位。たら、左に1ったら上に2上がる、傾き加減。だから、比例とこ1対2なんですね。で、あとはですね、この斜めの比が2対1出ていますね。斜めの比が出てきたら、横の比に直すか。まあ、ここが2対1だから、ここも2対1になりますね。垂線を下ろしたら。もしくは縦の比。今回は縦の比をうまく利用するんですが、こう2対1ってことは縦の比が2対1。ちょうど四角の2なんで、ここちょうど四角1個分になりましたね。ってことはですね、この P の座標ですけれども、これ、x 座標と y 座標が共に等しいわけですよ。要は、ここ正方形になりますから、これ、1、1でね、90、90、90、正方形なので、x 座標と y 座標が等しい。ここの縦と横が等しいわけですからね。ということは、例えば、p の x 座標を t と置けば、y 座標も t だよってことがわかるわけです。そうすると、この放物線上に点 p はあるんだから、y イコール4分の 3x2 乗に x イコール t、y イコール t を代入することができますよと。で、この t の二次方程式を解けばいいんですけれども、普通に解いてもいいんですが、今求めたい t っていうのは、これ0ではないですよね。ここにあるのは、この0、t が0と0、0で原点になっちゃいますので。でも t が0じゃないと分かってる時はですね、t で割っちゃっていいですから。0じゃないと分かってる時ですね。そうすると t で割って1イコール4分の 3t で4分の 3×4 が1ですから t イコール間違えました4分の 3×t が1ですから t イコール3分の4という具合になってこの点 p の座標が3分の4カンマ3分の4と出るとそうするとここの y 座標が3分の4なのでここの1対3ですよねということなので、r の y 座標、ちょっと ry と書きますが、r の y 座標は、3分の4を3倍します。3分の4かける3で4。従って r の座標は0カンマ4という具合に出すことができるよということですね。ということで、ポイント2つですかね。傾きマイナス1ったらね、1いったら2、マイナス1ったら2、1対2ってことですね。あとは、この斜めの比ですね。斜めの比出てきたら横の比、縦の比に直してください。あとはね、ここね、文字で置いて、そうすると放物線上になるよ。ビビッと解くことができると、そういった問題だったということです。わかったかな？この関数とこの比が絡んでくる問題ね、高校入試によっては非常によく出てくるのね、受験生の方、これちゃんとできるようにしておいてください。以上で解説終わります。では。